20惑星が。鉄郎、あなたは見なくてもいいわ。え？どうしてメーテルは見なくていいって言ったんだ。この心と体をまるで物でも取り替えるようにしてもてあそぶこの星の機械人間なんて、この星と一緒に消えてしまえばいいんだわ。あ、メーテルさん。ごめんなさい。エネルギーコントロール装置に故障があったそうです。いや、不幸なことです。まさかさっきメーテルが遅れてきたのは、もしそうだとしたらメーテルは一体何なんだろうか。